拡張になるんです。いろいろ探してきましたけどね。はいはい、痕跡がやっと見つかりました。ここでございます。はい、中外天皇御用、ね、これがそうでございます。ね、いやー、ここまで来るのにね、1時間半ぐらいかかってますけどね。いろんなもの探し上がってて、何にもありませんでしたね。川島川の、ね、赤峰広はあの辺もずっといろんな人に聞いたんだけどね、あの渋谷のお父さんもね、わからん言うて、誰かよく探しに来られるっていうことはね、おっしゃっておられてね、5年ほど前もね、野作の野作南の交差点横でございます。こちらは外館です、そっちがね、外館、ここにね、鎮座しています。だいぶ古いからね、いつぐらいかね、書いてあるかね、なんとか50年って書いてあるけど、わからんね。ちょっと読みませんけどね。7時です。これ、なんて書いてあるの？あ、中外天皇だからね。全然わからんね。ちょっとわからんね。ちょっとわからんね。こちらの方、なんて書いてあるの？な、ここはわかんない、中和線の方が、ここはね、皆さんからね、中和線の方が、ね、これわかりますか。で、ここに紅葉、ね、この真ん中横にあるからちゃんと祀ってありますよ。いやー、どれぐらいかったんやろ、何時間半かかったまでに、何かいるわね。川島川の大変でございました。野作町です。はい、ありがとうございました。